が危険にさらされている。ジャンパー、やこんな霧の中を飛ぶなんて、やノールでの飛行は危険だ。やー、最新の注意を払え。やー、ジャンパー、状況はどうなっている？やあ、霧に乗って視野を襲っています。光線中ですが、ロールが破壊しています。遮断しますが、エイリアンの攻撃は通過させます。まるでマジックミラーのように。光の壁の前では一方的に攻撃を受けるだけです。Yeah!
方法はあるのか。シールドベアラーは我々の攻撃を遮断しますが、エイリアンの攻撃や壁に接触した建物などは通過させます。つまり壁に接触した物体が脅威であるかどうかを判断しているのです。だとすれば脅威でないと思われる物体、つまり人間そのものが低速で通過することは可能だと思われます。壁に激突しろというのか。オーストラリアではフェンサー部隊が勇敢にも壁の中に突入、侵入に成功しました。ただし結果的にその部隊は全滅しています。リスクは覚悟しなければなりません。もっといいプランはないのか。
全ての怪物を駆除しろ。